ふぬけども、悲しみの愛を見せろは、元谷由紀子が主催する劇団、劇団、元谷由紀子の舞台劇。元谷の作、演出により、劇団、元谷由紀子第一回公演として2000年9月に、初演された舞台。2004年に、元谷自身により、小説化され2005年6月に講談社より刊行、小説を原作として2007年に映画化されている。 女優志望の勘違い女を主人公に彼女を題材にしたホラー漫画を描いて恨まれている妹や兄夫婦など4人の人物が主に登場するブラックコメディ2000年に初演元屋が主催する劇団元屋由紀子の第一回公演作であった2004年に再演この模様は DVD 化されている北陸のとある山間部に暮らす和合は 漫画を描くことを趣味とする暗い女性。ある日、両親が交通事故死したことを受けて、心身の姉、住処が帰省する。住処は4年前、女優を目指して上京し人気が出なかったために帰省したが、わがままな性格は相変わらず。そんな姉妹が大騒動を巻き起こす。舞台再演の後、元や自身によって小説化され、群像の2004年12月号に掲載された。 これは、第18回、三島幸男賞の候補になった。2005年6月に講談社より、観光、2007年5月に講談社文庫より文庫化、された。本作を原作として、2007年に、佐藤恵里子主演、吉田第八監督、脚本で映画化された。佐藤恵里子主演で映画化された。2007年7月7日公開。監督は、 CM ディレクター出身の吉田第8で映画監督としてのデビュー作である第60回カンヌ国際映画祭の批評価週間に出品されたロケーションは石川県の能登で行われたそのため石川県では1週間早い6月30日より劇場公開された石川県は原作者の元谷由紀子の出身地でもある劇中で精神が描く漫画は ホラー漫画家の種、ミチルの手によるもの。2008年2月22日に、アミューズソフトエンタテインメントから DVD が発売された。ありがとうございます。